何の御用ですか、魔法帝。その二人は白夜の魔眼の。何か分かったのですか。ああ、いろいろ分かったよ。マルクス君とアスタ君のおかげでね。では答えてくれるかな。君たち白夜の魔眼に協力した裏切り者の団長は誰だい。それはシオンのシャチ団長、ゲルドル・ポイゾット。どこだ。なんだと。お前に私の姿は見えないはず。なぜだ。なぜ攻撃できる。今度こそ。綺麗な声、楽園の子かしら。なんて美しくて幻想的なの。なんだ、海の精霊か。聞いてたの、恥ずかしい。あ、なんかちょっと違った。やっぱり全然ダメじゃないのよ。ノエル。結局ダメなのね、私。だって私の中に優しい記憶なんてなかった。ノエル！ガンダム！いつも威張ってるくせに、なんだその様は。それでもクラの防御の一員か、ダメ。すんごい魔力なのにもったいないな。早く使いこなして僕と一戦やろうよ。大丈夫大丈夫、失敗しても死ぬわけじゃないし、気楽に気楽に。お腹は空いてないか。終わらせてこれ食べなさい。落っこちても優しくお姫様キャッチしてあげるよ。落ちてきたら蹴り上げるから成功させろ。とにかく決まれ。おら、王族の落ちこぼれなんざ初めて見たわ。失礼するわ。ま、戦う気があんなら打ち来れば。え、なれ、お前ならできる。私の中の優しい記憶、こんな私を認めてくれた、任せてくれた。私はみんなの役に立ちたい。水創生魔法海流のゆりかご。カホノ、私やっと。あれ、カホノ、いい仲間いるじゃん。よかったよかった。それじゃあ待ってるよ、ノエル。神殿の奥でね。すげえ。これって家。うん、あ、人がいるっす。マジか、海底人か。いきなり襲ってこねえだろうな。し、気づかれるわよ。ねえ、あれって。ん、ああ、もう手遅れみたいよ。ん、誰がいるぞ。もしかしてあれが大司祭って人か。おーい。あ、しょうがねえ。いいぜじいさん、この遊びの達人が相手してやるよ。何して遊んだ。イエッホー、箱根座神殿バトルロワイヤル、イエーイ。神官魔導士カノン、幽姫魔法テンプルシャッフル。お呼びですか、大司祭。とうとうここに来れる外の魔導士が現れたんですね。あー、楽しみだな。こいつらビンビンの魔力を感じる。海底神殿の戦士か。ちょって、では始めるかの。もう、てか始めるって何をよ。それではゲームスタート。まだ心の準備が。なんだよ。お、
ここは夢だったら俺にもある。俺はクローバー王国を守る最強の男、魔法帝になりてえ。だからその夢のために倒させてもらう。いいね、己の夢をかけて真っ向勝負と行こうか。望むところだ。やあやあ、やっと見つけた。出たまずは来てくれてありがとう、ノエル。なんで私の名前。そうか、これじゃわからないわよね。え、カホの待ってたよ、ノエル。